4月に行われた衆院の参法選で、大敗を喫すこととなった自民党。自民党の総裁である岸田文雄首相66は、敗因について、補選の結果については、真摯に重く受け止めています。自民党の政治資金の問題が大きく、足を引っ張ったことは候補にも応援してくださった方にも申し訳ないと述べている。しかしか 自民党に対する不信感を煽ったのは裏金問題だけではないこれまでも旧統一教会との癒着ぶりや大量の税金を投入して強硬的に開催された安倍晋三元首相去年67の国葬などが問題視されてきたさらには円安や物価高により国民の生活が圧迫されていることや不祥事失言など 自民党議員の人権感覚や倫理観を問う声も相次いできた自民党が評判を落とす一方で期待されるのが野党だがその野党についても支持率は伸びないまま政治不信は政党を問わず拡大しているようだそこで今回本市は信用できるできない政治家をテーマに20代から60代の1000人を対象にアンケートを実施した ここでは、信用できない政治家の結果について公表する。まず第3位に選ばれたのは、自民党の2階、年広衆議院議員85だ。和歌山県第3区が選挙区である2階議員は当選13回。自民党の幹事長を歴代最長となる5年余り、務め、裏金問題で解散するまで2回箱都市卒会を束ねていた重鎮議員だ。 安倍元首相の国葬について世論から疑問の声が上がった際には国葬をやらなかったらバカ、黙って見送ったらいい日本人ならやってよかったと思うはずと発言し批判が噴出また裏金問題では20年からの3年間で政治資金収支報告書に記載していなかった裏金で書籍を約3470万円分も購入していたことが発覚 問題を受けて政治不信を招いた責任から次回の衆議院選挙に出馬しないと表明した。しかし、この引退会見で不出馬の理由が恒例なのかと問われると否定した上で年齢制限があるかお前もその年が来るんだよと記者を睨みつけ威嚇。そして横を向き馬鹿野郎と呟いた。今後、 出馬しないものの三男の新仰氏が県内の町村長らから出馬要請を受けており、新仰氏が選挙の3番を世襲的に継ぐ可能性がある。そんな二階議員についてアンケートでは裏金作りをしても何らペナルティを受けていない息子を出馬させると怒りの声が。さらにその言動から人を見下した態度、威張りすぎ、権力だけはあって牛耳ってる。 イメージ、愛想が悪く。裏で何をしているかわからず、かつ偉そうにしていると厳しい声が相次いだ。公式サイトに、天に星地に花人に、愛と直筆で綴っている二階議員。しかし、人への愛は国民になかなか伝わっていないようだ。第二位は、自民党の麻生太郎衆議院、議員、83、だ。当選14回を果たし、 現在自民党の副総裁である麻生議員。第92代内閣総理大臣であり、外務大臣や総務大臣といった大臣職を務めたという経歴の持ち主でもある。しかし、何より83年の夫人に参政権を与えたのが最大の失敗だった発言を筆頭に失言が多く。19年には少子高齢化は子供を産まなかった方が、 問題なんだからと暴言を吐き、二十年一月には二千年の長きにわたって一つの民族。一つの王朝が続いているなんていう国は、ここ、日本しかないと、アイヌ民族を否定するような発言をしている。今年一月の講演でも、上川洋子外務大臣、七十一のことを上村と複数回誤って発言した上に、そんなに美しい方とは言わんけれども、 俺たちから見てても、このおばさんやるねえと思ったと話し、呆れ声が上がっていた、麻生議員。アンケートでも、言葉も人名も覚え間違いして堂々と発言してて、本当に理解する気ないんだなって落胆と呆れを感じる、失言が多い、失言はするし、態度がでかいと振る舞いを問題視する声が上がった。23年5月。 北国新聞の記事で、萩生田光一政調会長は、親分タイプですね。西村康都市経済産業省は、頭はいいと思いますが。みこしに乗って、じっとしていられるタイプですかね、など、当時の安倍派の会長候補を論評していた麻生議員。しかし、キングメーカーを気取る前に、政治家として国民に誠意を見せてほしいところだ。 そして第1位は岸田文雄首相だ10回当選し外務大臣や防衛大臣といった大臣職を務めた岸田首相21年10月から国のトップに立っているしかし世論からの支持は得られておらず冒頭で説明したような問題が積み重なり内閣支持率が10%台になったこともまた7割を超える人が 裏金問題をめぐる岸田首相の対応を評価しないと回答したという世論調査もある子育て支援金やインボイス制度などが実質的な増税だと指摘されており SNS を中心に増税メガネという不名誉なあだ名で呼ばれている今回のアンケートでも嘘つき増税国民の金銭的負担をどんどん増やしていくから国民の貧困に対応できていない減税とか強調して 結局大幅に増税となってしまいますと増税に対する意見が紛失。さらに説得力がない、信用できない価値観が違いすぎ何をしたいかわからないと政治家としての資質を問う声も相次いでいた。中国新聞による今年年始のインタビューで経済などの政策分野について具体的な結果を示す一年にしたいと語っていた岸田首相。結果を示し、 世論との溝を埋めることはできるだろうか。今回のアンケートでは二階議員、麻生議員、岸田首相という3名に票が集中したが、政治家は誰一人として信用できないという声も多数寄せられていた。すべての政治家が国民のためではなく自分のためにやってるようにしか見えないから、何も変わらなかったから、嘘だらけとその理由が挙げられており、 こうした嘆きを救う政治家が今求められているのかもしれない。以下はネットユーザーの反応をまとめたものです。投票率50%を切るような現状では国民の責任も大きいと思います。どうせ投票しても同じなら信用できない政治家ランキングも意味がないということになってしまいます。どの候補者に政治を任せるかを決める選挙に まずは国民が行くことです一方取材を必要としないランキング等の記事はジャーナリズムの範疇ではないと思います上げ足取りと世論調査まがいの報道はもう良いとして肝心な政党と政治家個人の政治信条と理念政策実際の政治活動等を取材された上での記事を国民に報道していただきたいです そのことが政治に対する国民の意識も高まり、投票率が上がるのではと、素人目ですが思います。議員になられたばかりの頃は、高い理想と国民のために、との強い信念も終わりになったかもしれませんが、長い間、権力を持ち続けていくうちに、本当にに、大切なものを失ってこられたのでしょう。人としても、残念なことですね。政治に、 政治家に心を置くなどできないでしょう身を削り汗を流してこそ寄り添う姿勢を見せてこそ